今日与えられるのはフィリピ人への手紙、新約聖書のフィリピ人への手紙の第2章1節から11節です。この聖書の箇所を通して短くメッセージをさせていただきたいと思います。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の309ページです。新約聖書ピリピ人への手紙の2章1節から11節。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなどあらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。今日はこの聖書の箇所から共に歩む喜びという題でメッセージをさせていただきます。東日本大震災が起こった時に、私たちはその被害の大きさに言葉を失い、神様どうしてという思いとともに、私たちに何ができるのか、何をなすべきなのか、神に問いました。すぐに飛んでいける人は限られています。そのような中で遠く離れた私たちになすべきことは、現地で支援する人々を支援すること、そして長く思いを寄せ続けること。多くの方々が忘れ始めたその時にこそ思い続けること、それが私たちのなすべきことだと思いました。ですから今年も同じ思いでこのような時を持ちたいと思いました。多くの皆さんがこの思いを共有してくださって、共に礼拝を守ることができることを本当に心から感謝します。先ほどメッセージを送ってくださった岩塚牧師のご奉仕をされている宮古コミュニティチャーチですが、この東北沿岸のこの岩手県の宮古という小さな町にある教会でありますが、震災の2週間前、2月の最後の日曜日は礼拝の後に教会総会が持たれたそうであります。その教会総会で、その震災が起こる直前ですね、直前の2月の最後の日曜日のこの教会総会、そこで教会の財務状況が思わしくなく、教会の建物のローンの返済も滞ってしまう可能性がある、このままいくと教会としてこの宮古コミュニティチャーチが存続できるのは今年の夏までだ、2月の段階でそういう報告がなされたそうであります。日本のクリスチャンはよく 1% と言われますが、東北の太平洋沿岸部は 0.05% だそうであります。日本の平均の20分の1、平均すると
2000人いるとそのうち1人がクリスチャンという状況だそうであります。そのような地域で岩塚先生や教会の皆さんも一生懸命伝道し、一生懸命ご奉仕をされていましたが、厳しいところに置かれていたのであります。そんな時に襲ってきた大震災、教会は海岸から少し離れたところにあり、津波も教会のすぐ手前数百メートルのところで止まったそうであります。そしてなんと電気もついていました。さらに知り合いがすぐにトラックで救援物資を持ってきてくれました。ですから岩塚牧師は今こそこの地域に教会があるということのこの存在意義、本当にこの私たちはできることがいろいろあるんだと思ってですね、教会の窓に張り紙をしたそうであります。助けが必要な方は遠慮なくご相談ください。救援物資があります。携帯の充電もできます。そのように張り紙をしたそうであります。しかし誰も来ませんでした。誰も、ただの一人もその張り紙を見て教会を訪ねる人はいなかったそうであります。多くの方々が家族を失い、財産を失い、悲しみと失望の中にいるにもかかわらず、誰一人として教会に助けを求めてくる人はいませんでした。その時に岩塚牧師は、教会がなんと地域から離れていたんだろうか、なんと地域から有利した存在であったことをかと思い知らされたそうであります。その時に岩塚牧師は出ていくことにしました。待っていて誰も来ない中で出ていこうと思いました。避難所に入っていこうと思っても牧師という肩書きでは入れてもらえなかったそうであります。最初は異業者の助手という立場で入ったそうであります。一方で避難所に行くと、お坊さんは市の職員が、今からお坊様がお話をしてくださいますとアナウンスがされて、人を集めてお話をする、そんな中で先生は一人一人の話に耳を傾け、一人一人膝をついて話を聞いていったそうであります。そして誰も整理する人がいなくて、山のように放置されていたこの支援物資の片付けを買って出て、本当に少しずつ少しずつ人々の信頼を得ていかれました。避難所から人々が仮設住宅に移っていかれた時には、また一軒一軒訪問して歩きました。そして人々の心の叫びまで耳を傾けていかれました。そして今、仮設住宅から復興住宅へと人々が動いている中で、そこでのコミュニティ作りのために、今は市の社会福祉協議会の集まりに出て発言できるようになっていったそうであります。震災の前は、少しでも多くの人に教会に来てもらおうと教会の案内を配った時には、いつも決まって何本かの苦情の電話がかかっていたそうであります。しかし今は感謝の手紙や電話を受け取るようになれたそうであります。皆さん、寄り添うという言葉はよく使われるようになりました。しかしこの岩塚牧師と宮古コミュニティチャーチの働きが、それがどういうことなのかを表している働きだと思わされます。最初のビデオで流された中に、教会の跡地に十字架が高く掲げられている写真がありました。あの教会は本当に海のそばにあって、その津波の直撃を受けて全てが流されて、でもそこに十字架だけが残っていた。
や、その瓦礫の中に十字架があったというわけであります。その十字架はその教会の方々にとって希望であり、また私たち遠く離れた者たちにとっても本当にそこに高く掲げられた十字架は希望であり、私たちに力を与えるものです。私自身もあの何もないところに掲げられた十字架を見て、あそこに神様が目を留めてらっしゃるんだなということを確信されたことでありました。しかしでもイエス様の十字架がどんなものであったか、そのことを聖書から読んでいくときに、私たちが単に十字架がペンダントになってしまったり高く掲げるだけで、また教会にいくつもそれが飾ってあったりそれだけで満足しているとするならば、それは違うんだと思うのであります。十字架がどんなに高く掲げられても、どんなに教会の中にも十字架が飾られても、ああこれがイエス様が私たちのために十字架にかかってくださったんだな、ありがたいな、もちろんそれは素晴らしいことです。でもそれだけで終わってしまったならば、それは本当に十字架を表しているんだろうかと思います。そこから出発して十字架にかかってくださったイエス様の歩みが、今度は具体的に私たちの生き方になっていかなければならないのではないでしょうか。先ほどお読みしました聖書の言葉、イエスが神であられたのに人となってくださった、使えるものになってくださったというのが書かれています。もう一回お読みしましょう、フィリピの2章のこの6節から8節です。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきことと思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。イエス様は自分を低くして人となってくださった。イエス様は神様であったのに、本当にその私は神様だから、神だから上の方で見ていらっしゃったのではなくて、本当に私たちの現実に飛び込んできてくださって、そしてしもべとして歩んでくださった。どこまでもどこまでもどこまでも己を低くして歩んでくださった。イエス様の十字架はそのイエス様の生涯の一番低いポイントでありました。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。聖書は語っているのであります。イエスは低くなって低くなって、どこまでも低くなって、どこまでも低くなられたか、どこまで低くなられたかというと、十字架の死に至るまで、十字架にかかるほど身を低くされたというのです。だから私たちは本当にこれはイエス様が単にこのすごい人で、この私たちのためにこの十字架で死んでくださった、本当にそれも素晴らしいことであります。でもイエス様が身を低くしてくださった。どこまでもどこまでもどこまでも私たちと同じところに立とうとされて、イエス様が上から目線で救ってやろうとされたのではなく、同じ痛みを感じ、同じように涙し、同じところに立たれました。どこまでも共に行ってくださったのであります。どこまでも共、どこまでもどこまでも十字架までも共に行ってくださったのであります。そして私たちを同じ生き方に招いて、私たちを同じ生き方に招いていらっしゃるのであります。待っているのではなくて、出て行って人々と共に歩む生き方に招いていらっしゃるのであります。上塚牧師が張り紙をしていた時には誰も来なかった。でも自分は歓迎されないかもしれない、お坊様はいい、でも自分はここで何ができるだろうかという、そういうところに出て行って膝をついて人々の声に耳を傾けていった時に、誰も手をつけようとしない、その支援物資の山を整理して片付けていった時に、
人々に届く働きをすることができるようになられたのであります。先ほどの浅野さんのメッセージの一番最後にも語られていましたが、あなたの隣人とは誰ですかと問いかけるイエスは、またあなたの隣人になってくださる方です。またあなたと共にいて支えてくださる方です。私に何ができるだろうか、何もできないんじゃないだろうか、そう思う私たちとも共にいてくださる方です。いや、先ほど お話があったように私たち 100% 分かる方は分からない、本当に分からないことの痛みも感じるかもしれない。そのことさえもイエス様は分かってくださって、私たちを支え共に歩んでくださいます。私たちも神様の愛をいただいて勇気を出して誰かの隣人になろうではありませんか。遠くに行かなくてもいい。マザーテレサも言いました。世界平和のために何ができるって、家に帰ってあなたの家族を愛しなさい。その通りだと思います。今日も今も痛みの中におられる方々を思って礼拝を守っていますが、それとともに私たちとともに私たちの周りにいる誰かを愛する、誰かに愛を表すものとならせていただきたいと思います。本当にイエス様は私たちとともに歩んでくださいました。私たちも勇気を持って踏み出して愛を運ぶ器にならせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あの震災の真っ只中にあった教会、その教会も貼り紙をしただけでは人々は助けを求めて集まってはきませんでした。けれども一人のあなたのしもべがあなたの愛をいただいて勇気をいただいて悔い改めて人々の中に入っていったときに、あなたは多くの御業を見せてくださいました。私たちも置かれている立場は違います、置かれている場所は違いますけれども、同じように出ていく使命をいただいています。どうかしよう、私たちを使わせてください。私たちの心に今あなたからいただいた愛を持ち運んでいくべき方を主を示してください。どうかしばらくこれからの間祈りますから、主をどうか私たちの心に示してください。あなたが出ていくべき人はこの人だよと私たちの心に鮮やかに示してください。そして主よ、私たちが出て行ってあなたの愛を持ち運ぶことができますように。そのために今日この場であなたが私たちを愛、あなたの愛で満たし、あなたの恵みを豊かに注いでくださいますように待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。